旅行の達人。旅行の達人のお題です。今日は名古屋でエネルギーをもらえるパワースポット15選をご紹介します。パワースポットといえば愛知県、実は日本で一番神社仏閣の多い都道府県だったのです。名古屋を開運シティと呼んでも良いでしょう。そんな名古屋のおすすめパワースポットを15箇所に絞ってご紹介。中には霊能者おすすめのスポットも。それでは早速参りましょう。一つ目にご紹介するのは、金運がアップすると言われている銭洗いでおすすめな小金神社。同じ境内には合格祈願で有名な山田天満宮があります。方向祈願牛を撫でると運勢アップのご利益があるそう。二つ目にご紹介するのは須崎神社。名古屋にある都会のオアシス的な神社です。こちらには少しユニークな祈願スポットがあります。かなり小さな太鼓橋があり、腹ばいになって通り抜けると運勢がアップするという噂。名古屋を訪れた際にはぜひ一度チャレンジしてみてくださいね。本殿から向かって右側には白龍龍樹狼が祀られています。仕事運と金運アップにご利益があるそうです。3つ目にご紹介するのは若宮八幡社。三社福禄寿司をデザインした福禄寿みくじがおすすめ。名古屋人もあまり知らないという穴場パワースポットです。蓮璃のような木があり、縁結びのご利益があると人気です。噂ではカラスを神の使いとした神社だそうで、緑豊かな境内からはとても神秘的なエネルギーを感じます。境内にある神味噌神社は針供養で有名であり、裁縫の上達や恋愛成就にご利益があるそうです。4つ目にご紹介するのは生命神社。カジキ島による生命占いが注目を集めています。恋愛に悩む若者たちにおすすめのパワースポット。また悪病難病を治すという霊水、生命水などがあり、厄除けの神社としても人気です。恋愛運気上昇のパワースポット、恋の三者巡りとして蓮璃の城山八幡宮、恋の水の高む神社とともにこの生命神社も選ばれています。5つ目にご紹介するのは名古屋城。金のシャチホコ輝く名古屋の象徴とも呼ばれる名古屋城。美しい外観とともに巨石の持つ自然のエネルギーを感じることのできるパワースポットとして人気です。6つ目にご紹介するのは上野天満宮。撫でれば学業が成就すると言われている撫で牛。頭を撫でると賢くなり、体を撫でると体の悪い部分が良くなると言われています。合格を願う受験生にぜひ訪れてもらいたい神社です。また音楽やペット用などユニークなお守りもあるのでおすすめです。7つ目にご紹介するのは徳川園。徳川家の大名庭園であり、滝や茶室、美術館も併設された大庭園です。パワースポットとして人気があるのは黒門の前にあるタクシー乗り場のそばの木なんだとか。穴場金運スポットかもしれませんね。入り口近くにある大きな滝が龍門の滝です。この滝は鯉が滝を登り切って龍になったという伝説に基づき作られました。8つ目にご紹介するのは城山八幡宮。祈りが良縁を呼ぶ鯉のパワースポットとして人気があり、桃鳥石での良縁占いや水みくじなどの占いがおすすめです。蓮璃と呼ばれる木が縁結びや夫婦円満の御神木として親しまれています。この木の元で出会った男女が結婚するということも多いようです。9つ目にご紹介するのは豊国神社。中村公園のメインである豊臣秀吉を祭神とするパワースポット。出世、開運、茶道、建設などにご利益があると言われています。日本史上一番の出世者と言われる秀吉のご利益を求めに、出世祈願や合格祈願で参拝に来る若者が多いんだとか。10個目にご紹介するのは
高無神社。名古屋の女性に絶大な人気を誇る恋の神様で有名な神社の一つです。飲めば恋が生まれるという恋の水が湧き出ることでも有名です。恋愛力を高めたい女性たちにぜひおすすめの神社です。11個目にご紹介するのは笠寺観音。ずらりと並んだ小さなお地蔵様たちが有名です。おもかる地蔵や抱き地蔵と呼ばれ、願い事を念じながら抱き上げると、その願いによって重く感じたり軽く感じたりするという不思議なパワーを持つと言われています。12個目にご紹介するのは熱田神社。三種の神器の一つ草薙神拳をご神体とする名古屋を代表するパワースポット。あの織田信長も桶狭間の戦いの際に必勝祈願に訪れたと言われています。大都会にいながらとても静かなエネルギーを感じることができ、境内全体から運気アップのご利益がいただけそうです。13個目にご紹介するのは五木曽八幡宮。長寿の神である大岩の神石や命の水である亀甲水が有名なパワースポット。その他おすすめなのは力石と呼ばれる不思議な形をした石、撫でれば強い力を授けてくれると言われています。また鉾鈴を鳴らせば合格祈願にご利益があると言われています。14個目にご紹介するのは桜天神社。名古屋三大天満宮の一つであり、学問の神様にご利益を求める受験生におすすめ。癌の牛の水に水をかけて合格祈願をしましょう。ちなみにこの水で字を書くと上手に書けると言われています。最後にご紹介するのは大須観音。商店街からすぐのところにあり、地元民から親しまれている温かい雰囲気が特徴。観音様を祀っているので、いろいろな願いを叶えてくれるパワースポットです。一年を通してにぎわう名古屋大須の観音様ですが、三が日は特に合格祈願を願う受験生や諸願成就を記念する参拝者が途切れることがありません。いかがでしたか？名古屋のパワースポットに訪れれば人生が変わるかもしれません。運勢アップを願ってパワースポット巡りに出かけてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。